黒瀬健太は大阪府千南市出身のプロ野球選手、宇藤右内、福岡ソフトバンクホークス所属。新家小学校1年から新家スターズで外野手として軟式野球を始めて同年中に保守へ転校し、千南市立市級中学校では海塚ヤングに所属した。初芝橋本高校に進学し、1年生からベンチ入りし、秋からは正保守となる。 二年生秋の和歌山県大会ではベスト4、三年生夏は三回戦敗退で甲子園出場はなかった。高校通算97本塁打。2015年のプロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスから5巡目で指名され、11月20日に契約金3.500万円、年俸500万円で契約合意に達し入団した。背番号は61。 2016年は2軍公式戦において15試合の出場し、打率、186。3軍戦では71試合に出場、打率、209、日本類打の成績を残す。2017年2月25日、宮崎春季キャンプにおいて打撃練習中に負傷し、宮崎市内の病院で右腰季節骨骨折と診断され、 同月27日に手術を行ったと発表された。5月6日に行われた3軍戦で復帰し、6月22日のウエスタンリーグ対広島東洋カープ戦で2軍公式戦に出場する。同年も1軍公式戦の出場機会は得られなかったが、2軍公式戦に22試合出場し、打率172に打点3軍戦では、 47試合に出場し、打率244、5本打二26打点の成績を残す。10月19日、11月25日から台湾で開催される2017アジアウィンターベースボールリーグにおいて n p b ウエスタン選抜に選出された。12月3日の対ジャバ選抜戦で守備で、牽制の際に走者と交錯し負傷交代する。 東部打撲による脳震盪の恐れがあり、12月5日に帰国して検査を受けることとなった。2018年も一軍公式戦の出場はなく、10月4日に戦力外通告を受けるが、11月20日に育成選手として再契約された。背番号は126。2019年に軍公式戦に16試合出場。三軍戦では87試合に出場し、 ダリズ、255、五25本塁打三34打点を記録する。2020年に軍公式戦に11試合出場し、3軍戦では48試合に出場し、ダリズ、328、8本塁打二23打点の成績を残す。ありがとうございます。